はい、どうもこんにちは。チャップマンスティック奏者のしのです。どうですか、チャップマンスティック、皆さん弾いてますか？今日はですね、まあ演奏のお仕事が2つ入っておりまして、昼にはね、ハッピーカリンバさんっていう、まあ飯能ですね、埼玉県飯能市にある、まあ、カリンバの教室主催のですね、ワールドミュージックライブという、なんとですね、こちらはですね、こう珍しい楽器を集めたライブということで、今回ね、初の試みらしいんですけれども、そちらにね、参加のご依頼が来ました。ありがとうございます。そしてなんと夜はですね、川口市にあるノスタルジーキッチンさんというところですね、まあ、こちらはですね、もう何度も演奏させていただいているんですけれども、そちらで夜このビアガーデンがねありまして、そこで演奏をさせていただきます。そちらね、2ステージですね。というわけで今日は1日なんか外にいてずっと演奏する感じなので、その一部始終を皆さんにお見せできたらなと思いますので、動画をよかったら最後までご覧いただけると嬉しいです。ちなみにここは三好パーキングです。では行ってみよう。よろしくお願いします。
のチャップマンスティックですね。知ってましたよって人いらっしゃいますか？ありがとうございます。逆にいるんだって感じですね。まあよくね、来てくれてね、そりゃそうなんですけれども、アイリッシュハープだとかね、そういうのってやっぱこう歴史が結構あるじゃないですか。ちゃんとね、この楽器はですね、あの1970年代に生まれた楽器なんですね。70年、意外とね、なんていうんですね、同い年というかね、そんなわけじゃないかもしれないけど、まあ結構まあ新しい楽器なわけですよ皆さん。これはね、あのエレキギターとかがね、1950年代とかね、だからそこら辺じゃないですか。だからこうエレキギターのはずね、いろんな楽器ありましたね。で、次の現場へ向かいたいと思います。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。ああ、なるほど、ね、ありがとうございます。やらせていただきます。物事ね、順序ってものがあるね、やばいね、あの駄菓子屋がいるということで、今日は打楽器もできる駄菓子屋がいるということで、スカイさん、よろしくお願いします。ちょっとアンコールの時ちょっとね、いい曲が撮っていただけると嬉しいです。皆さん、いきますよ、じゃあ。ありがとう。